ピャチゴルスク市の紋章ミハイルレールモントフの決闘の地にある記念碑、ピャチゴルスク市前景19世紀末のピャチゴルスクのリゾート。奥に見えるギザギザの山が5つの山を意味するベシュ。タウヤマ・ピャチゴルスクは北高ーカサスに位置するロシア連邦スタブロポリ地方の都市。人口は21万931人。北カフカース連邦管区の本部が置かれている。ピャチゴルスクには 大きな行政機関の建物や集合住宅が建つほか、ホテルやスパ施設、温泉療法学の研究所も建つ。1780年、現在のピャチゴルスク付近に、コンスタンティノゴルスク要塞が建設されたのに伴い、集落が作られ、はじめ、熱い水を意味するゴリアチェボツクと呼ばれた。1803年に温泉が発見されて後、保養地として発展した。 ミハイル・エール・モントフは何度もピャチゴルスクを訪れたが、1841年7月27日という村が作られた。1803年4月24日、皇帝アレクサンドル一世は温泉を国有資産とする勅令を発し、ゴリアチェボツクにスパリゾートの建設が始まり、温泉に対する医学的調査も進んだ。北カフカスでは温泉の周辺に、 集落建設が相次いだ。マシクさんの麓のゴリアチェボツクのほか、キスロボツク、エセントキ、ジェレズノボツクといったリゾート都市が相次いで建てられた。これらの都市にある温泉は、カフカス高泉と総称される。ゴリアチェボツクは1830年に、カラチャイ人、バルカル人の言葉で、5つの山を意味するベシュタウ山に、ちなみ、5つの山を意味するピャチゴルスクに改名された。 第二次世界大戦時には、1942年に、ドイツ軍に占領され、アインザッツグルペン D のアインザッツコマンド12が、ヴィャチゴルスクに本拠を置き、この地域における多くのユダヤ人を殺害した。1943年1月11日に、赤軍により奪還された。ソ連崩壊後、1994年にヴィャチゴルスク、及び、周辺の都市には、 特別経済地区が作られた。1997年4月28日には、チェチェン分離独立派とみられるテロリストによる爆弾が駅で爆発し、二人が殺され17人が負傷した。ありがとうございます。